だ。よっしゃコースはね、宮下さんのパッティングがないとダメだ。到着がないとダメだ。
ってないでしょ。その顔は撮ってない。左足下がりやらしてるよ、やっぱり。え、左足下がりで練習させてるよ今ですか。うん、それ今撮ってきました。撮ってきた。やっぱり左足下がりの練習が一番大事じゃないですか。俺より上手いわ、みんな当たり前だっつうんだよ俺より上手いって、その何言い方なんだろう。でも寝るよね、寝るよね。あそこの、だからこの前僕と宮下さんがやってたとこでやってるんでしょ。いや、あんなきついとこではやってない。もうちょっと上じゃあ楽勝ですよ。あのバンカーの上で、バンカーの上で。あ、そしたら楽勝ですよ、あのぐらいだったら。もうこれちゃんと取っていくからねはい、左足下がりはいいですよっていうのはね、これ左足下がり一番練習になりますよ。左足下がりが一番楽なんだよ俺。だって自分でさ練習場を発射台にして練習するタイプだからねあの発射台もびっくりしますよ。でもね、あれはあれでね、あのリスクあんだよ。左足下がりにするとマットで手首痛めんで、詰まるから、バンって抜けないじゃん。何言ってんすか。こうなってるから、マット通り振るから、ね、逆に手首なんか痛める。それを上からダンブルで打つから痛める。ダンブルになってないですからねそうなんや、ダンブルでいいからな。やかましいわお前